クロード志向のハードディスケース。ディスクトップのデータをノートに移行するために買いました。まずは蓋を開けて、そうするとこのような感じ。そして、ディスクトップのハードディスクをガチャッと装着し、USB 電源アダプタを挿入して蓋を閉め、そしてノートに接続。電源オン。そうですね。そうするとノートで見事にディスクトップのデータが読み込まれました。ソフトのデータもね、全部こういうふうにデータ化してあるので、インストールがすごく楽でした。今 Amazon で2000円。ディスクトップがもし壊れた時にね、手持ちのノートでそのままこれを指せばディスクトップのデータが使えますので、転ばぬ先の杖という言葉がぴったりの製品ですね。はい、終わります。